はい、どうも、ナナトだよ。今日はね、バリアブルローラーを使ってガチマッチやっていきたいと思います。このバリアブルローラーね、おそらく、人気のない武器、いわゆるマイナー武器と言われる武器なんだけど、そこをあえてね、ゲーム実況者ナナトゲームではね、このマイナー武器に、可能性をね、見つけていきたいと思います。それではいこう。はい、マッチングいたしました。コンブトラックのガチャグラー、よっしゃ、行くぞ。さあ行くぞ、お、赤ザップ2枚、これはね、いいよ。赤ザップ、そら、マルチミサイル敵の場所わかるから、味方にいると俺的には嬉しい。ポケコとね、ポケコとマルチミサイルで敵の場所把握するにはとても大事なこと。やば、大丈夫か。さあ無理やり、あ、待ってくれ待ってくれ、それそれ強すぎー、やるなー、もうポケコうざすぎなんだけど敵のポケコめっちゃうざいんだけど、マジでシールドうまく使えねえやん。これはい、うまい、今の縦振り、今の縦振りうますぎ、笑った。いや無理、これいいよ。あぶねえ、カオスすぎて何が何だかわからないな。やるけど、いやー1枚しかやれねえよな、これしゃあねえ、これ1枚しかやれねえよ、しゃあない。さあ頑張れ、いや、これ結構やばいな、これ結構厳しい、厳しい戦いになりそう。厳しい戦いだわこれよし頑張るぞ、頑張って、俺がどうにかするよ。バリアブルローラーでどうにかしてやるからよ、待ってて。これいやー結構厄介だな、コケコが、コケコが厄介すぎる。で、なんかジェッパも飛んでない、気のせい。これスペシャル使っちゃおう。やっぱ一瞬のしぶきも見逃さない。いやー、なんでコケコおんねん、せっかく。頑張れ頑張れ、乗れ乗れ乗れ、オッケー、2枚落としてる、2枚落としてる。さあ敵のバリアブルローじゃなくてバブルランチャーに気をつけろ。さあ頑張れ、俺上見とけ、上やられ、生存しろ、頑張って生存するんだ。マジか、ここら辺守る、ヤグラ、ヤグラ周りは守る。ナイスナイス、オッケー。さあヤグラ上に収納乗せていき、さあ俺は潜伏タイム、潜伏タイム入れようとしたけど、ポケコがオッケー、ボブピッチャーなめんな。さあここにいるよ、ここにいるのは分かってる、いなかった。さあポケコうざすぎなんだけど、俺のポケコだけでいいんだよ、強いのは。オッケー、アメーズ、そのカーボローラーは。シールドで防いでいく。さあこのヤグラはしっかりやる、おい、引いていくーって、ここ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 、全然ここじゃないんで。いやー、なんでそこにおんねん、頑張れ、頑張れ、赤座、ナイスなんかコケコ多くねって思ったけど、味方にも敵にも2枚ずつコケコ持ちがいるのはね、なるほど、それが多いよ。シールだけ置いて逃げる、果たしてこれは強いのか。上からお邪魔していきたいんだけど、やっぱりバレてるからお邪魔するのやめて。ナイス、3落ち、オッケー、いくぞ。あと1枚どっかに、はい、発見しましたよ。ドンマイニー、え、マジドンマイニー。さあ乗るぞ乗るぞ、17も安心できないんで。さあ左から攻めて、お、来てるぞ来てるぞ来てるぞ、ここには分かる、守る、あー守れんかった、オッケー、そうだね、はい、残念しょー、なめんな、ほっ、オッケー、相打ち持っていく。いや、バリアブルローラー強すぎなんだけど、あー面白い面白い、バリアブルローラー楽しすぎるんだけど、この武器、この武器こんな強かったのか、最強武器だったわ。マイナー武器じゃねえよこの武器、
ゴムピッチャーも強いしね。あれはあのままなんじゃちょっと無理だ。立ち動いて敵に絶望を与えていくスタイル。マジでやべ、修道も出ちゃってるから、あれなんだ。いや雨降らし、さあ修道でカバーしていく、そして縦振りでやっていく。あやばい、カバー頼む。ナイス。さあ味方のカバーもしていく。さあこれは無理をせずに、あ外したんだ。ナイス、オッケー。いやこの試合クソキルしたでしょ、クソキルしたでしょマジで。楽しすぎバリアブルローラー。もうマイナー武器なんて言わせねえよこの武器。なななナイス。はいはい、いやこれ強い。オッケー、ナイス。17キル完走維持していく。ハリマッチングいたしました、コンブトラックのガチャグラ。よっしゃ、行くぞ。さあ行くぞ。お、編成はまあお互い普通だな、まあ、お互いいい感じなんで。ただ敵はちょっと塗り強いな。いや敵の方編成強かったわ、まあ、あのバリアブルはね、塗りもね、塗りもできるという。実はね、こう見えてバリアブルローラー塗り優秀なんですよ。でね、ピンチなんですよ。ちょっとね、もうここはもう死なないでヘイト稼ぐぐらいだな。さっきハッと。OK、やるけど、これや、いや、これやれんな。うん、カバーされていく。まあ、1枚やって、防衛しっかりできたからね、今の状況で防衛できたんで、OK で。ここから攻め立てる。さあ左から1枚来る、左から1枚来てるのを見逃さない。なぜならゲーム、ナイス。だって若葉でマジこれやれるそれ。ゴムピッチャー駆使して戦っていく。さあイカ忍者なんだよなって言ってんのに、なんでやれねえね今ので。詰めるとこまで完璧だったのに。さあ来んのか、おい、おい、やーボーボムめくりされた。そうなんだよ、シールドああやって油断してるとボムめくられるんだよな、シールドにハマーと言われて。出方こっちだ。うわ、出っ張り。ここにいるぞ。俺はこっち封じしてこっち行くんだよ。怖え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 、マジで怖い。しっかり防衛をしていく。いけない。ナイス。さあここ止めたいな、ヘルブラ。OK、引っ張った。やった、オッケー。しっかりとやっていく。バチコリとやっていく。さあやっていく。さあいいぞ。さあこれやれる、オッケー、やっていく。オッケー。さあここで一気に塗り固めるぞ。うまい。そう詰めてくるか。いい、直撃当てられた。ナイスナイスナイス、オッケー、いいぞ。さあこれもうヤグラカウントを進めていきたいところ。さあ第2関門突破したいな、もうついでに。ついでに第2関門突破しちゃいたい系男子なんで、ナイスよ。さあこれシールド置いて、ここにいるよーっていうアピールをしていて、さあここなんだよな。さあシールド置いていく。ナイスー。いやこれは勝った、オッケー、ナイスノックアウト。いやこれはね、この試合味方ととても良き連携が取れましたね。ななナイスー、オッケー。
オーケー、ナイス。味方強味方強かったこの試合。はい、マッチングいたしました。コンブトラックのガチャグラ、よっしゃってくぞ。さあ、今思ったら新年明けてからガチャグラしかやってないんだけど、なんかちょうどやるときにガチャグラなんだよね。いくぞ、バリアブルローラーの力をね。いや、もう最初の2試合で分かったでしょ、バリアブルローラーの強さを。そう、塗りもね、あれできて、キルもできると。カーリングボムはないけど、縦振りで道を作れると。一発当てたけど無理だ。さあ、1枚やっ、いやー、マジかー、ネギキルが取れない。いや、これ初動でほんと味方やられる前に、キルしてあげるのが理想なんだけど、あやって遅れちゃうと味方助けられずに終わってしまう。自陣で味方がやられていく、味方がやってくれる。よし、これ、さあ、こわ、適当にシールドを置いて、上からお邪魔していく。いや、どっか、あそこいるな、ほい、お、いえ、違う、ふっ、いや、外したんごー、ナイス、あんま、さあ、もうこれ、ボンってきてる、いこう、詰めや、詰めや、さあ、チャーが、ワイのこと見てるから。やっていく。さあ、いいね、これ縦振りで道作って詰めるの良い。そしてついでこのチャームやりたいけど、ふっ、いや、今の避け華麗って言われるけど、抜かれて、もうさっき避けるのだけ上手かったのに、結局足場取られて抜かれていく。いや、やっぱああいうね、チャーとか深追いするのダメだな。ね、やれるものを逆にやられてるからな、ね、敵の思うツボやで。測れていく。こっち行かねえんじゃないかな。なんでー、もうやれそうでやれねー。あと1枚。いや、これダメだな、これ連機で取らないと一生人数有利取れないな。これどうにかして連機で取らない。いや、本当にね、11交換だけだと安定して勝利することができない。さあ、1枚やっていく、2枚やっていく。 OK、 3枚やった。はい、さあ、これでヤグラ進むんじゃないか。てか進んでほしい、ヤグラを乗ってほしい。そして、まあ、やとりあえずドンピッチャー投げつつヤグラを進めていく。さあ、まず第一関門とりあえず突破したい。関門突破しないとお話にならないんで、ヤグラは。さあ、やべ、これ抜かれるな。抜かれていく。いやー、やばいな。あ、でもナイスナイス、味方が後ろの敵2人やってくれてるから。いや、これ死ぬかもしれない。やりたい、引く。待って、なんで俺だけ行けてないんだよ今の。ズルだ、ズル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 。そう、今のは納得いかねえな。異議申し立て、やっていく。待って、なんか割とピンチだね。気のせい。やる、やっていく。おい、逃げんな。おい、やって、これでかいっしょ。って言われたらリードしてないの。待って、リードしよう。これリードしてるもんだと思ってた。さあ、ボムピッチャーで。お願い、抜かれないね、ヤグラベ。やばいやばい、なんか。ナイスナイスナイス。ちょちょちょ。あと少し。ナイス。オッケーナイス、ナイスリード。で、ナイス。オッケー。あ、味方いいね。24。まあ、十分でしょう。さあ、縦振りを当てて相打ちにしていく。よし、オッケー、防衛すれば勝ち。ただオッケー、相手スペシャル溜まってない。でもあと1本あるからな。次溜まるな、敵もスペシャル、敵のスペシャル潰していきたい。ここは何か、なんで後ろおんねん、どっから来た、やべえ、ちょっとやべえ。スプラローラーなんかに負けねえぞ、バリアブルローラー負けたくねえ、マジスプラローラーなんかに。うっ、やった、ちょっとこいつ見てたやばい。上から、マジやった、死ぬ、シャ引く、オッケー、ちょ
大丈夫か、大丈夫、ローラーだけ、ローラーだけ、頑張って、味方頑張ってくれ、ここが踏ん張りどこ、やばい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 、ナイス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 、さあシールドを適当に投げていく、オッケー、ナイス、いや途中いい逆転だったね、なななナイスって感じ。さあこんな感じよ、バリアブルローラー、いやこれからね、なんかちょっとマイナーシリーズ的な感じで、これからも、何回かねマイナー武器でこうやっていく感じの動画上げていきたいと思うので、皆さん楽しみにしてください。ナイス、はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあ、じゃあね、バイバイ、ナナトでした。また見てね、バイバイ。